皆様こんにちは、富士山警察署長の小林でございます。富士山暴力追放推進協議会の皆様方にやられましたですね、日頃から富士山からの暴力の追放、暴力団なくそう、というような活動にですね、ご尽力またご協力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。また併せてですね、特に暴力団の資金源になっております特殊詐欺対策、に非常に協力をいただいておりまして、警察署で行ういろいろなイベント、またアイデア等にもですね、バックアップをしていただいていると、これについてもですね、本当に、ありがたく感謝を申し上げる次第でございます。今日先ほどですね、増田会長からアイデア意見集ということで、お渡しをいただきました。市民の皆様方からのですね、貴重なご意見、あるいは感じられているところということが記載されているということで承知をしております。これからですね、いろいろとまたこれから先ですね、いろんな施策等々を行う際にですね、参考にさせていただいてですね、一つでも市民の皆様方の意見、アイデアをですね、実行できるようにということで頑張っていきたいというように思っております。さて、先ほど申し上げましたその暴力団のですね、資金源となっている特殊詐欺の現状ということで若干お話をさせていただきます。実は今年4月に新聞でですね、非常にショッキングな、私どもが見てもショッキングなですね、記事が出ました。この記事というのはですね、オレオレ詐欺、今年4月の段階でしたけども、オレオレ詐欺、前年比4倍、4倍、という数字が新聞等々でも出ました。去年まではですね、ずっとここ数年右肩下がりで、オレオレ詐欺、それから還付金詐欺、まあ、いわゆる特殊詐欺といわれる全般のものがですね、右肩下がりで減少しておりました。ところがですね、今年になりまして、まず昔から言われているオレオレ詐欺、これが急増しまして前年比4倍、そして還付金詐欺につきましても、前年比かなりの増加ということになっております。具体的な数字でちょっと申し上げますと、11月末の数字でございますけれども、県下全体で発生が1790件、11月末ですので、まだ12月増えておりますけれども、11月末で1790件、オレオレ詐欺が709件、それから還付金詐欺が637件、あとそれ以外のものが若干ありますので、数字的には足しても合わないんですけれども、一番多いのがオレオレ詐欺、これがまた戻ってまいりましてですね、増えて、昨年同期比で言いますとプラス519件ということですので、30%、40% ぐらいでしょうか、増えている。被害額も33億円でございます。当初管内、藤沢省管内ではですね、発生が49件発生しております。昨年とほぼ同じでございます。同期比と同じぐらいでございますけれども、被害額としては約5400万円というような形でございました。いろんなところで私はお話をさせていただいているんですが、実は昨年、藤沢警察署はですね、還付金詐欺という手口のものが県下で一番多く発生したというようなお話をいろんなところでさせていただいているんですけども、今年はですね、若干、うちの方もですね、いろんな対策を取って、抑えられているところではあるんですが、それでもこれだけの数の発生が生じてしまっているというところであります。で、藤沢警察署としてはですね、今年1年間、まあ、こういうような現状を踏まえてですね、取り組みということで、いくつか行ってまいりました。一つはですね、特殊詐欺を知ってもらおうということです。実は被害に遭った方々をからお話を聞くとですね、3割程度、おおむね3割から4割弱だと思うんですけども、3割程度の方々がですね、特殊詐欺を知らない、手口を知りませんと答えてくるんですね。還付金詐欺ってどんなものなのか知らない、オレオレ詐欺ってどんなものか知らない。そうするとですね、手口を知らなければ引っかかってしまうんですよね。こういうような現状を見てですね、私も愕然としまして、やっぱりまずどんなものなのかっていうのを知ってもらおうじゃないかということで、対策をしようということで進めてまいりました。またある時ですね、ある自治会の方がこんなお手紙を私宛にいただいたんですね。
私たちの自治会は非常に防犯意識が高いんですよと。ただ、私たちが思っていたのはひったくり、空き巣、こういうものの防犯をしっかりやろうということで、いろんな街頭カメラをつけたりだとか防犯カメラをつけたりだとか、あるいはみんなで声かけをして、防ごうと思っていた。でも実態はそうじゃなかったんですね。今は、振り込み詐欺というものが非常に増加してて、こういうようなものについてしっかりとやらなきゃいけないんだということを分かりました。おまわりさんたち、ぜひ私たちの自治会に来てお話ししてくれませんか。こういうような声もいただいております。こういうお手紙いただいてですね、私も逆に、一生懸命ですね、警察署の方としては、いろんな広報をしたり、いろんな手段方法を使ってですね、あらゆるところで、振り込み詐欺の防止、虐待ということを考えながらやってるんですけども、まだまだですね、市民の皆様方のところには十分に届ききってないなということを感じてますので、特殊詐欺を知ってもらおうということをですね、力を入れてやらせていただいているところであります。もう一つはですね、これは電話に出させない方法を取ろう。どんなに手口を知っててもですね、振り込み詐欺に被害に遭う方、6割ぐらい、7割ぐらい、今の話で言いますとございます。この方々たちが被害に遭わないためにはどうすればいいのかということを考えると、電話に出ないこと、これが防止抑止のですね、もう一番のやり方だと思っています。そういう意味でですね、この迷惑電話防止機能付きアダプター、あるいは電話機というものが非常に有効であるということで、警察署としてもですね、いろんな場所でキャンペーンを実は張らせていただいておりまして、いろんなイベントの場所、それから病院でですね、特集会さん、具体的に言いますと病院の方でですね、そういう機会を持ってって、病院で待っている人たちにですね、ぜひこういうのを使ってくださいというようなことのキャンペーンをやったり、あるいはスーパーに行ってですね、そういうようなことをやったりというようなこともさせていただいております。この迷惑電話防止機能付き電話機アダプターというのは非常に有効であります。つけているところお宅からはですね、被害が出ておりませんので、非常に有効だということで認識をしております。今回ですね、また今年もですね、プレゼントしていただけるということでありますので、非常にありがたい政策だなということで、改めてですね、感謝を申し上げる次第でございます。それからもう一点だけ、ちょっとこの暴力団の追放ということで、もう一点だけちょっとお話をさせてください。実は神奈川県には暴力団排除条例というものがございます。こちらがですね、今年の11月1日から改正のものが施行されておりまして、新たになったということで、この内容についてですね、若干お話をさせていただきます。暴力団の排除についてはですね、いろいろな防犯条例ということで対応を取っているんですけれども、今回新たになったのはですね、暴力団排除特別強化地域というのが指定されております。県下で15地域指定されておりまして、藤沢駅周辺もこのうちの一つになっております。この地域の中ではですね、特定営業者という方が、具体的にはですね、風俗関係風営法の適用される業者の方々、それから、飲食店ですね、飲食店、それから居酒屋さんなんかもそうですけれども、こういう方々がですね、用心棒の、要は用心棒などのですね、駅用心棒として自分たちのに提供を受けること、受ける方も、罰則が来てしまいますという内容になっています。これはなんでこんなことになっているのかというとですね、一部の事業者がですね、暴力団に対して用心棒料などのですね、利益供与を未だに行っているというような実態があるということで、この用心棒代をお金を渡すということが暴力団のが生き延びてしまう理由になってしまうということで、この渡す方についてもダメだよということを決めたということになっております。暴力団排除というのはですね、非常に時間のかかるものでありますけれども、この特殊詐欺対策、そして、暴力団排除のです、ね、
ですね、この条例等を駆使しながらですね、来年も引き続きですね、藤沢賞として一生懸命ですね、頑張っていきたいというふうに思っております。ぜひ皆様方のですね、ご協力を賜れればと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。